皆さんこんにちは、佐藤ゆりあです。今日は秋に向けて買ったカーキのアイシャドウ主役に少しハンサムなカーキメイクをしてみました。よかったら参考にしてみてください。まず3のアルティメイトプロテクティブプリスティングロープライマーのグローと資生堂のシルクシンクロスキンイルミネーターピュアゴールドを混ぜて使っていきます。次にイーブンベターグローメイクアップ15アイボリーを使っていきます。今日はセミマット肌を作っていくんですが、中はしっとりきらめきがあるものを押し込んで、その上にツヤのあるファンデーションをのせていきます。リップサークリエイティブコンシーラーを使って気になるニキビやニキビ跡、シミを隠していきます。次に RMS ビューティーのリップチークプロミスを頬にのせていきます。今日は少しクールな衣装に見えるように、ここから頬の上に向かって入れていきます。次にゲラのパウダーを皮脂が出やすいところだけ押さえるようにのせていきます。今日はツヤを足して押さえていくというよりは、本当に皮脂が出やすいところを押さえる意味で、このマックのブラシでちょっと毛穴を埋めるように入れていきます。アイメイクは今日主役になるマキアージュドラマティックスタイリングアイズの DGR714 番です。これは黄色のバームがベースになっていたり、上にツヤをのせたりするもので、あとはこの無難に使える綺麗なブラウンとカーキとしっかり大粒のラメが入っています。でこのカーキがのせると意外に明るくない、しっかり秋っぽいカーキなので、今日は大人っぽいシックな印象になるように作っていきます。まず最初に黄色のベースをアイホール全体にのせていきます。その次にふんわりのる大きめのブラシでブラウンをふわっとのせていきます。すごく馴染みのいいカラーなので、結構大きめに塗っても綺麗に仕上がります。次にこのポイントになるカーキの色をアイラインよりも太くなるようなイメージで上にのせていきます。ちょうど付属のチップがいい大きさなので、これにのせてちょっと滑らせるようにのせていきます。黒目の高い位置と下まぶた全体にラメをのせていきます。次にジパンシーのアイラインでしっかりアイラインを引いていきます。次にシュウムラのカラーでしっかりまつげを上げていきます。次にクリニークのジェルライナーで上まつげの間をしっかり埋めるように入れていきます。メイベリンファッションブローパウダーインペンシル BR3 番です。
次に眉毛を作っていくんですが、今日はちょっとキリッとした印象なので、しっかり枠を作ってキリッとした眉毛を作っていきます。セザンヌのノース&アイブロウパウダーの明るい色を使っていきます。トーンのアイブロウマスカラ03番で眉毛の色を整えます。モテマスカラのワンリフトアップでまつ毛を塗っていきます。ケイトのレアフィットジェルペンシルのブラックで下の粘膜を引いていきます。次にメイベリンのカラーセンセーショナルリップスティック CBE639 を塗っていきます。これで完成です。カーキのアイシャドウを主役にハンサムなカーキメイクをやってみました。今日はちょっと上もしっかり入れてるんだけど、下にも珍しくラインを入れてるので、こうきつめというかハンサムな印象になっているかなと思います。逆にこのカーキメイクをしたいんだけど、あんまりこんなに強くしたくない時はカーキをもうちょっとたっぷりしっかり塗って、アイラインを本当のこのまつげの際だけに塗って、黒の印象を減らすと抜け感が出たカーキメイクになって柔らかい印象になるかなと思います。ちょっといつもと違 う、 こうかっこいい雰囲気になりたい方、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。